野村選手の復活登板、そこには新井監督の素晴らしいマネジメント力が発揮されてたんだよね。単純に登板させるだけじゃなく成功させるべく手順が用意されておるのじゃな。そうなんだよね。野村選手は2軍で7回無失点の好投を披露してたこともあって、交流戦後のオフ期間に新井監督自ら2軍を視察、監督自らの目で見て1軍登板を決めてたの。この時点で野村選手の好投を確信しておったのかもしれんな。復帰登板はすごく安定したピッチングで6回まで無失点、球数も70球を少し超えたくらいだったから7回も任せられる状況だったんだけど、そこはスパッと交代。このことに関して新井監督は6回までと決めていたと明言。復帰登板の緊張で球数以上に疲労もたまると判断していたこと、良い状態、良いピッチングのまま降板させたかったとも答えていたよ。精神的な面もサポートしていることがよくわかるの。そんな新井監督の采配に対してファンは、6回で交代させるのもったいないなと思ってたんだけど決め事だったんですね。確かにプレッシャーのかかる登板で見た目以上に疲弊していたのかもしれません。目に見えないところのカバーまでしてくれる首脳陣は信頼できます。自らの目で見ていけると確信、復活登板させるだけではなくて次回以降のピッチングも考えて起用している。そんな采配してくれたら選手のモチベーションも上がるだろうし、新井監督を男にしたいとチームも一丸となっていくでしょうね。まず監督の起用に応えた野村選手に拍手。長い道のりだったと思うけど、ひたむきに取り組んできたおかげだと思うし、それを見逃さない監督もさすがです。完璧な投球を見せてくれた野村選手に勝ちをつけたかった。しかしながら打たれたダーリーを責める人は誰もいない。ファンも一体になって新井カープの後押しをしてる感じがしてすごく心地よい。マクブルームやデビッドソンを堅くなに起用し続ける新井に最初は否定的な意見も目立っていたけど、デビッドソンは復調し始めてるし、マクブルームも2軍で猛打賞と少しずつ当たりも出始めてきた。田中や秋山、野村も中崎も栗林もみんな新井が魔法をかけている。新井の野球はとにかく見ていて楽しい。中継もながら見が多かったけど今ではかじりついて見てる。球場に足を運ぶファンもまた増えてきたんじゃないかな。野村がしっかりしてくれたおかげで先発は揃ってきた。ターリーのように疲れが見えたら休養を与える余裕もあると思うし、1年間を見据えた選手起用ができれば優勝も見えてくるね。調子を落としていた選手も新井監督の起用で復調する。そんな流れが今年はたくさん見られてるよね。戦力が整い始めてリーグ戦も好調じゃな。現在5連勝中、どこまで連勝を伸ばせるか楽しみだね。ということで、新井監督の魔法のような起用方法に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。